日本ハムファイターズの大野翔太です。今日は大晦日です。2016年も残すところあと1日となりました。今年は日本一になることができ、最高のシーズンをファンの皆さんと共に過ごすことができました。本当にたくさんのご声援ありがとうございました。今年日本一になれたことで、来年2連覇のチャンスがあります。ただ連覇を狙うだけじゃなく、さらに上を目指して戦っていきたいと思ってますし、個人的にも今年以上の成績を残す気でいますので、来年また日本一をなるためにファンの皆さんの声援が必要だと思います。ぜひ力を貸してください。そして皆さんにとっても2017年が今年以上にさらに素敵な年になりますように、選手一同心からお祈りしています。それでは良いお年を。